はい、皆さんこんにちは、ハイセス。本日はですね、ドバイ滞在最終日でございますので、本日最後の日とですね、シンガポールに帰るまでの予定、こちらの方をですね、動画にしてみたいと思います。もし本日のようにご興味があればです、最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それではですね、早速、本日のコンテンツを始めていきたいと思います。はい、今ですね、ホテルの方から、チェックアウトしまして、トルコレストランに行きまして、ちょっとランチを食べて、これからですね、ドバイモールで後ほどドバイ在住の起業家の方と、お会いして、まあ、その後、空港の方に向かって帰るという感じになっておりますので、本日はですね、いろいろと最後楽しんでいきたいなというふうに思ってます。外がね、非常にいい感じのテラスのレストランになります。今日はですね、ピザみたいなやつとこのスパークリングワイン、トルコロールが、ね、出てきました。こういうお肉ですね、美味しそうな、トルコ料理もね、堪能しましたので、またね、最後ブリジェクハリファのね、ところに来まして、まあ昼見るとね、また夜と違いますし、雰囲気がですね、もうすぐですね、ちょっとミーティングが1人ありまして、お茶をして空港に向かうという、そんな感じですかね。いやー、すごくいい感じですね。もうこういう公園がね、あるのは本当にいい感じですね。はい、こちらのですね、ホテルのカフェにてですね、今からミーティングがあります。はい、今ですね、Uber の方で、空港の方に向かってます。ドバイ国際空港に、到着しましたので、今からですね、入っていきたいと思います。はい、今ですね、荷物をチェックインしました。フライトはですね、9時15分のね、シンガポールですね、こちらですね。はい、じゃあ今からイミグレの方に行こうと思います。時間がありますので、プライオリティパスのね、ラウンジに来ましたので、ちょっと飲み物とかね、買っていきたいと思います。はい、空港の方にですね、早く着きましたので、プライオリティ、ラウンジの方に来ましたので、一杯やっていきたいと思います。お疲れ様です。これでですね、私のドバイの出張も終わりとなりまして、5日間ですね、いろいろとですね、充実しましたし、ドバイという国もね、非常に素敵な街でした。かなりですね、やはり発展しておりまして、活気がある、そしてエネルギーが溢れている、そういったね、街だったなというふうに思います。食べ物もですね、やっぱり欧米のレストランとかもいっぱいありましたので、僕はね、あまり困らないと思ったんですけどもね、中にはやっぱり日本食が恋しい、アジアの飯が恋しいという人もね、いらっしゃいました。ということでですね、これからですね、最後飛行機のね、フライトを見せて動画の方を締めたいなというふうに思います。これにですね、ボーディングバスのところに着きましたので、今から乗っていきます。はい、今からですね、機内に乗り込みます。はい、機内の方にですね、乗り込みました。はい、今ですね、シンガポールの朝の8時半なんですけども、無事にですね、シンガポールの方に、着きました。ということでですね、7時間ぐらいのですね、フライトですけど、まあなんとか寝れましたけど、まあちょっとね、やっぱ疲れてるので、本日はですね、ゆっくり住みたいなというふうに思います。それではですね、本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツが良かったと思っていただければ、ぜひいいねからお願いします。チャンネル登録の方もぜひこちらの方からお願いします。X の方もですね、ぜひこちらの方からフォローして幸いです。まだ日々稼ぐノウハウについてメルマの方も配信してますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.